例えばレニークラビッツやります。では ホールの、ファイナルライブでしたけどもね、それで再来月5月にはですね、盛岡の、今日ね、フライヤーがあります通り、おでプラザおでって、おでフェスと、出ますんでね、5月の13日13日にですね、おでプラザオデッテで、洋楽縛りのコピーバンドがいろいろ出るのでね、もう5年目6年目6年目、もうそんなになりますか、もうね手を変え品を変え、お邪魔させていただいておりますが、青年2部に加えてなんと今年は、先ほどね、緑化推進係も出るということでですね、もう大体もう組合ね、もう毎年毎年お世話になってますんで、もう年中行事というかですけどですね、そんな感じで、やってみたいと思います。こんな青年2部、というわけで1曲目はロックンロールイズデッドという曲をお送りいたしました。ね、行きがかり上2曲目にもうスローな曲をやってしまいますという感じでございます。曲名は、I can't get you on my mind。 1 2
Thank you.
Thank you.
ました。優しい企画の定年2部でした。